今夜もピアニストで作曲家の嶋さんをお迎えします島さんはサザンオールスターズをはじめグレイ、ジ JUJU ュジュ、森山良子、加藤登紀子など幅広いジャンルのアーティストのアレンジ、プロデュースを手掛けられさらにはミュージカルや映画、テレビドラマなどの音楽も担当されて日本の音楽シーンの大一線で活躍されていらっしゃいます。編曲を担当されたサザンオーールスターズの津波 浜崎あゆみのおやじではレコード大賞を受賞されました。6月6日に66歳を迎えられる島健さんの音楽人生を振り返りながら、これまでどのように夢を叶えてきたのか、そしてこれからの島健さんの夢とは何なのか伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このお島さん。 今年66歳とってことなんですけども、はい、音楽活動ってことになると何年やっんですかこれがですね、はい、どこからを音楽活動というか、ね、プロになってからという意味なのかプロという意味で言うとプロとというう意味で言うとそれも初めてレコーディングした時なのかとか、はい、いろいろあるんですけども、はい、初めてレコーディングしたのは18歳の時なんですね。 それはあのどういう曲でしたかそれはですねとにかく僕子供の頃から、まあ、いろんなことやってまして、えー、それこそ小学校の時はコテヒ体やって中学の時はブラスバンドでサックス吹いたりしてましてはい、はい、で、まあ、ピアノはずっと弾いてたんですけどちょっと待ってじゃあ他の楽器もいろいろやられてたんですかはいピアノ以外だと何をギターとかサックスドラムとか、ね、え一通りやってできるっていうことですね <laughs> まあ今はもうそんなにピアノ以外はやってないですけど いろんな楽器やった中でやっぱりピアノが一番お好きだったというかはいそうですねやっぱりはあで18の時に18の頃にいわゆるエレキブームでその頃にやっぱりギターでバンドやってましてそれで仲間うちでヤマハのライトミュージックコンテストのちのポップコンってなるそれに出たところ東京大会で優勝してしまいましてすごいで いわゆるエレキバンドでみんなそういうベンチャーズとかビートルズとかっていうのをやってる中で僕らは「月の砂漠」をジャズにアレンジしたものを演奏したんですよ。そしたらやっぱりすごく審査員の方に驚かれて。 ちょっとレコーディングしなないかってて話になりましし、はい、それでレコーディングしたのが18の時ですえそれはリリースされたんですかリリースされましたそれはあの僕らのバンドのっていうことではなくて、はい、ある歌手の方のバックを僕らのバンドがやったんですけどすごい18でいきなりへえまあそこから数えると何年でしょう <laughs> じゃデビューはロケットスタートってことですよねそうですねでそれから で1978年アメリカの学校に行くまでの10年間はえその24ぐらいの時にミッキー・カーチさんと出会いましてミッキー・カーチさんは当時日本でいわゆるそういう音楽プロデューサーの草分けなんですけ、ねい,い,はい、いわゆるプロデュースシステムというものを始めた、はい、それまでは日本では音楽のプロデューサーっていなかったんですそうなんですか、えー、それを、まあ、プロデュースシステムを始めたのがミッキー・カーチさんで、はい、学生街の喫茶店とか、うん 『平友ブルースなっていうのミッキーさんプロデュースされてて結構ヒット曲も出して、うん、たまたま紹介でミッキーさんと出会ってでミッキーさんに可愛がって頂い,いて彼のバンドでピアノも弾いてたんですけどそのミッキーさんがプロデュースするレコーディングとかにもどんどん使って頂い,いてである時ミッキーさんが「しまちゃんアレンジやるべきだプロデュースとかやるべきだ」って言ってくださってだから2 4四5ぐらいの頃からいわゆるスタジオミュージシャンとして。 結構現場でやってらしてそ,、はい、それから何年かしてそのアメリカのこの留学のきっかけってのは何だったんですかえそれも実は、はい、あの最初はミッキーさんがきっかけで彼がアメリカで仕事したいってなって、えー<ー>はい、まずはミッキー・カチさんがご家族でオスに行かれたんです、ね、えええええ で半年ぐらいして、しまちゃん来てって言われ。しまちゃん来てと。手伝いに来て。あ、だん、仕事で行かれたんですか。最初は。そうなんです。はい。で、うん、いくつかデモテープを作って。そしたら、それがあの。 あちらの有名なアル・シュミットというプロデューサーの方が面白いって言ってくださってレコーディングするって話になった、うんなんか島さんの人生ってそういうこと多いですね <laughs> <laughs> レコーディングするっていうえ、うん、いきなりレコーディングしたんですか、えー、レコーディングするっていう話になったんです、はいはい、で僕は当時まだその全然ビザとかちゃんとワーキングビザとかもないですし、うん、それから向こうはミュージシャンズ・ユニオンがすごく優れてああそうでしょうね あの当然演奏はででできないといとううふうに思ってたんですね、うん、でまあ、打ち合わせしてた時にもうスティーブ・ガートとかデビッド・ティー・ウォーカーとかトム・スコットとかすごい人たちの名前が出てるんですよ。うわーと思って「こんな人たちで僕のアレンジを演奏してもらえるんだ」と思って「ででピアノは?」って言った時にそのアル・シュミットさんが「いやだってお前が弾けばいいじゃん」ってだって。 ユニオンも入ってないししたらもうさすがアルシュミットさんが、うん「そんなもんは俺が一言いや大丈夫だから」ええ<ー>それでいきなりいきなりですよ28で、うん、まあものすごいレジェンド的なミュージシャンの人たちと一緒にレコーディングすることになっちゃったんですよだから自分はまさか演奏すると思ってなかったからもうそっからレコーディングの日まで1週間ぐらい本当にドキドキの日々を過ごしレコーディングの前の日なんかほとんどいつにもできないええ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  ものすごい緊張してたんですけど一回始まったら後でなんですその時はもうなんか分かんないんですけど、はい、後で考えるとすっごくあの気持ちよくて無の状態になってるんですよ、はい、とにかくやっぱりもうその音楽のグループに包まれてもうなんか自然に弾かされちゃう的な、はい、だから何のストレスもないそれまで例えば日本でレコーディングしててもやっぱりなんか。 なんかいろいろ考えたりあの人ちょっと走ってないとか思ったりとかしたりすることがあったりしたんですけどその時ほどもう何も考えずにその音楽にグルーヴに乗せられてしまったっていう経験がやっぱりすごいなって思って。 へ音楽の神様が降りてきたんですよね,ね <laughs> でこれは僕はもうアメリカにいるしかないってその時に思ったんですよね、えーはい、それまだ学校に入る前なんですか学校に入る前ですへえでも今の話を伺っててもこいついいやと思うと関係なく受け入れちゃうっていう,う、ね、今思うと本当に何であんなことができたのかすごく不思議ですえそんな感じで始まったアメリカ生活が学校に至るこれ学校に行くきっかけは何だったんですかあそれははももうう僕はアメリカに住もう もう決めましてだったらやっぱりちゃんと勉強したいなってでその学校に入ってこれ何年間の2年間二、ね、年間のでどんなことを教わるんですかまあいわゆるジャズピアノとそれからアレンジのコースを僕は取ってたんですけども、まあ、ピアノのコースはアドリブとはどうやるかとかそういう話だったんですけど、はい、実はなんか自分で言うのもなんなんですけどあんまり教わることはないなという感じで。<laughs> であの <laughs> で実は先生に「<laughs> うん、お前なんでここに来てんだ?」って言われて「はい、来る必要はないと」と、うん、で先生にあの仕事誘われました <laughs> その時の生活というかね振り返ると何を当時は考えてらっしゃったんですか夢とかとにかく夢中無我夢,夢中で、ね、やっぱりうまくなりたいもうその吸収したいっていう思いで、うん、まあ今思ってもそのアメリカの時期がやっぱ本当に練習してましたね あすごく練習しましたへえそのあたりも含めて本当にも貴重な年月だったですね,ですねアメリカねそうですねということで本当に素晴らしい活躍をされてこられている島さんなんですけどもいよいよその6月6日ですよ66歳の誕生日ということで「サウンド・オブ・シマ・ケ n 66 Anniversary Concert <laughs> というのを東京技術劇場東京・池袋でやられるってことで。はい どういうい気持ちですかこの前にしてコンサートえ期待と不安のというか <laughs> <laughs> なんか誕生日コンサートとかなんかサプライズとかもありそうですよねどうでしょう、ね、ご本人が知らないようなあそれは分かんないですけどあのマネージャーの方は知ってんじゃないですかね <laughs> あの副調整室にいてニコニコ笑ってらっしゃいますけど <laughs> なんかそういうことも含めてちょっとスペシャルな忘れられないコンサートになりそうですけどあのいかがですか今までの 音楽人生振り返るはいそうですね、はい、あのまあ本当に子供の頃からなんか自然にもうずっと音楽と親しんでてでそのままなんか何も考えずに <laughs> さっきも言ったようになんか18歳で <laughs> レコーディングすることになり。で、うん、アメリカ行ってもレコーディングしてね。はい なんとなくまあアレンジとかプロデュースとかをやりたいなと思ったのはやっぱり18ぐらいの頃から思ってましたねそうなんですか、ね、帰国されるきっかけになったのはどういうことだったんですかそれはもう実は単純にちょっとビザのことではい、えー、だからまあ帰国したいと思って帰国したわけではなくあ<ー>、えー、あのー、ちょっといろいろな事情でそれまでちょっとレコード会社と契約しててバンドをやってたんですけど、はい、そのバンドが解散してしまってワーキングビザのスポンサーがいなくなってしまったのではい,はい,はい、はい まあちょっとそういう事情でえグリーンカードを申請するために一回帰ってきたんですけどそこでグリーンカードを取れるまでにあの3年かかってしまったんですから、ええええ、それで日本ですごく忙しくなってしまったので結局、また戻ってアメリカでやるかどうしようってちょっと悩んだんですけども結局、日本で残りました売れっ子になっちゃったということで, <laughs> で日本で本当に素晴らしいお仕事をずっとされてきてるんですけども <laughs> メロディーラインが美しいなと思って、まあ、ありがとうございます。 ご自身の音楽性についてはご自身でどのように思ってらっしゃるんですか <laughs> まあピアノと弦でこうちょっとロマンチックな感じっていうのはすごくまあ自分の中でも得意な分野というかうん、うん、まあ割と島県のサウンドっていうのがそういうとこにあるかな島県のサウンドはそこら辺にあるとあるとは思ってます、うん、でもちょっとアグレッシブな部分もあるので何とも <laughs> 音楽ってお人柄もなんか出る感じが 僕はなんかしてて、えー、そういう意味で言うとなんかすごい素敵な方で怒ったりされることってあるんですか <laughs> あんまりないですねあの内弁系でね女房には結構強かったですよねあら <laughs> でも奥様もちょっと強そうな感じですけど <laughs> どっちの方がいやもう完全にうちでは僕が祝ってますけどねえ、うん、そうなんですかそうですや <laughs> <え>美人の奥様にも <laughs> あそうですか まあ、ど,どんな感じですか、威張ってるっててるいうと <laughs> 今回もね、コンサート一緒にやれるじゃないですか、はい、島田加穂さん、はい、お二人のコラボしてる音楽なんか、配置してる限り、すごく合ってるというか、やっぱりそうです、それはもう本当にお互いにすごく信頼感があって、本当に二人で一緒に音楽やることに関しては、もう全く安心してお互いに信頼しきってやってるミュージシャンとっていうはい、ええ、ては ってことでですけどご家庭ではいやいやだから決してそれは仲が悪いとかそういうことで単純に僕がちょっと低収穫で低収穫ですかいですはい、えー、具体的にはどういう <laughs> なんかコーヒー持ってこいとかまあ結構そういう感じですえーえー、そうすると本当に持ってくるんですか <laughs> はい持ってきてくれますあの特に僕はもうアレンジがいっぱいあってもうずっと夜中朝方まで結構仕事している時とかに コーヒー頼むとか、入れてきてくれますけど、ねや。優しい。え <laughs> そういう意味で言ったら、家庭人としても、非常に幸せな、お二人。はい。って、まあ、いうのも、どうなんでしょう。か奥 <laughs> 様も、まあ、幸せだと思っていらっしゃると思うんですけど。<laughs> いやー、そうですか。あのー、アメリカ、日本、いろんなところで、その音楽をやられて、きながら。島健さん、十分、すごい活躍されていらっしゃるんですけど。いえ。 まだまだこれからその音楽の世界でこういうことやりたいとかいうもし夢がありましたらぜひお聞かせいただきたいんですがそうですね今まで割とどちらかというとアレンジアレンジャープロデューサーとしてこう縁の下の力持ち的な仕事が多かったしそれに喜びをとても感じていたんですけれども、はいはい、まあ,あのこのコンサートをきっかけに、はい、ちょっと自分の音楽をもう少しこう出していきたいかなって<お>でやっぱりオーケストラって とやるっていうのはすごくアレンジャーとしても非常に大きな喜びなので。はい、できれば、こういうコンサートをまた続けていきたいなとい。この一回だけでなく、この一回だけでなく、続けていければなと。チケットもソールドアウトのことらしいということで。<laughs> あじゃあ、あの今後もちょっと、えどんな形で、我々はそれはホームページがなんかも。そうですね、はい、一応これを一回だけではなく、続けていこうというお話もちょっとしているので。はい、多分また、来年とかにも。も やらせていただけると思います。ちょっと皆さんということなんで、おそらくですね。今回はもうまあ前から島県さんのことは知ってるけど、今回特にね、先週今週のそのオリジナル楽曲を聞いて、はいはああこれ好きって思った方がかなり多いと思うんで、<laughs> ああこれも、ええ、含めてちょっと、はい、あと奥様とはぜひ仲良くですね。<laughs> いや仲いい仲いいですって。<laughs> そうですよね。正社者。い <laughs> はい。あのたたまには奥様にもちょっとコーヒーを入れてたりするとそうですね。<laughs>